下取秋則は日本の文部官僚。文化庁文化部長や長岡技術科学大学副学長等を経て、公立大学法人秋田公立美術大学理事長、見学長。北海道夕張市生まれ。1971年北海道大学法学部、法律学科卒業、文部省入省。1980年島根県教育長学事科長。 1984年外務省大アメリカ、合衆国日本国大使館一等書記官。1987年文部省、初等中等教育局中学校科企画館、埼玉大学大学院政策科学研究科、非常勤講師。1988年文部省学術国際局、学術企画室長。1989年神田外語大学、非常勤講師。 1991年文部省、初等中等教育局特殊教育課長。1993年文部省学術国際局研究助成課長。1996年文化庁文化部長。1998年長岡技術科学大学副学長。2001年小山工業高等専門学校校長。2011年提供平成大学教授。 2015年から、公立大学法人秋田公立美術大学理事長、見学長を務め、秋田公立美術工芸短期大学の4年生、大学科や大学院設置に向け尽力した。長岡技術科学大学名誉教授、小山工業高等専門学校名誉教授、新国立劇場運営財団常務理事、日本民謡協会理事、 全国書美術振興会評議員等も歴任した。AB、副学長就任にあたって、中岡技術科学大学、下取明則リサーチマップハット AB 下取明則、プロフィールローチケ h m v b o o スオンラインハット AB 教員紹介秋田、公立美術大学 AB、秋田公立美大の下取新理事長。 大学院設置目指す朝日新聞デジタル2015年4月4日3時、初夢活力ある、秋田ボリューム112あらや郷土文化講演会。ありがとうございます。